にちは、ゆるたびぐるたびです。こんにちは。今回は沖縄といえばっていうものを食べ比べしてみたいと思いまして。スパムって知ってる？もちろん、うまいよね、うん、スパムは。スパム結びとか有名だからね。うん、大好物だね。うん、デブの音。デブ沖縄は、まあ、スパム有名じゃん。でもスパムだけじゃないのよ、ランチョンミートは。ランチョンミート、ランチョンミートって、ランチョンミートっていうらしいよ。スパムとしか呼ばないのに、今回は4種類食べ比べをしてみたいと思います。はい、では選手のご紹介です。エントリーナンバー1、スパム。これは一番有名なやつ。一番有名だよね。まあよく食べるやつです。原産国はアメリカ合衆国。エントリーナンバー2、チューリック。聞いたことなくない？関東ではまずないよね、こんなの。原産国はこれデンマークですね。オランダじゃねえの。そう、これでも沖縄で結構食べられてるものらしいけどね。沖縄ではメジャーなのかもしれないね、うん。エントリーナンバー3、ミッドランドですかね。これは見たことも聞いたこともない。ない。これもね、デンマークなんだよね、原産国は。デンマーク有名なのかね、そこ。ね、エントリーナンバー4、アグー豚。ウチナーポークですね。これはね、日本のやつ。沖縄さん。そう。まあアグー豚って沖縄で有名だからね。これはもう見た目、アグー豚に惹かれて買ってみたやつをね。この4つを食べ比べしていきます。うん、はい、では調理へ。ゴー。はい、ということでランチョンミート焼いてみました。いえ。パム、チューリップ、ミッドランド、アグブタ。1、2、3、4の順ね。これを今から食べ比べしていきたいと思います。イエイ。1番、スパム。うまい。うまい。パンっていうの味すか。やっぱ油の味も濃い、スパムは。ゆるぐる。次、チューリップ。うまっ。めっちゃうまくない？うまい。全然味違うよ。これは9番ね。こんなに違うんだ。スパムよりもあっさりですか。うん、あっさりしてる。油も少ないし、味も控えめ。香りが違うね。好き。これうまいわ。ゆるぐる。次、3番目。ミッドランド。ミッドランド。これまた味が違う。魚肉ソーセージみたいな匂いしないの。する。ちょっとソーセージ感あるかも。味っぽい気がする。チューリップ。そうだね。ゆるぐる。じゃあ最後、アグー豚いっちゃいましょう。うわぁ、全然違うよね。うまい。超うまいよこれ。肉の味するね。肉の味が一番濃い。他のやつ特にスパムはさ、そんなに肉の食感ないじゃん。これは一番あるよね。粗挽きみたいな感じだよ。ゆるぐる。ではランキングは第1位チューリップ。一番うまいって感じ。一口目で、あ、好きって思ったあんまり味濃いのさ得意じゃないから。あっさりめ好きな人はチューリップいいかも。いいかもね。第2位アグー豚。おお、アグーが入ってくる。うめえんよ。豚がうまいんだろうなって思った。うまいんだろうな。で3位スパム。まあ食べ慣れてる味なんだけど、まあうまい。4位はミッドランドなんだけど、どっちかと言ったらスパムの方が好きかなってくらいなだけ。まあ気にさせる。そうそう。ゆるぐる。いかがだったでしょうか。今回4種類食べ比べてみて、私たちの意見がね参考になったなって思ってくれた方は、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。スパム食べて太りたいって思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。で次は、うん、このスパムを使ってホットサンド作ってもらいます。この人に。私にね、うん、自分じゃなくてね。そう、なるほど。作れないんで、はい、作ってもらいます。カミングスーン。バイバイ。People in a shower.